ドリームス1号艇は佐藤翼選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、そんな中手にしましたモーターは46号機 22.9% のモーターなんですが、前傾の感触というのはどうだったでしょう。ちょっと昨日の気象条件的にも良くないのが条件が揃ってたんで、うん、あれなんですけど、エンジンのパワーが全く感じなかったので、うん、ちょっと朝から本体やってそこを修繕できたらなと思います。前走者もね、ちょっと特徴的な調整をする選手だったんですが、はい、そのあたりというのは昨日からもうプロペラ水に叩いてある程度は自分なりの形になってきたんですけど、うん、まだ甘いところがあるので、はい、そこは今日1日かけて修正していきます。現状はどのあたりが特に欲しいなという印象だったんでしょうか。とりあえず力強さが欲しいですね。全くない状態だったので、はい、そこをある程度求めてからターン回りなり求めようかなと思います。はい、さあスタートなんですが、特攻いった感触というのはどうだったんでしょうか。思いのほか届いてました昨日は。はい、ではですね、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、優勝できるように精一杯しますのでご支援します。2号艇は三角哲夫選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。本日手にしましたモーター42号機 35.7% のモーターになるんですが、はい、前傾乗った感触いかがなんでしょう。気候のせいだと思うんですけど、だいぶちょっとなんか重い感じがしましたね。はい、では今シリーズに向けての調整、どのようなことを考えられてますか。そうですね、プロペラとあと外回りで中心でやっていきたいなとは思ってます。さあスタートですが、特攻いった感じどうだったんでしょうか。そうですね、ちょっと分かんなかったんですけど、うん、自分の体感としてはもう一つかなって感じでした。はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、一節間精一杯走りたいと思います。狙ってみてください。3号艇は地元群馬の大沢慎二選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今シリーズ手にしましたモーターは25号機 29.2% のモーターなんですが、前傾試運転の感触というのはいかがなんでしょうか。いや、本当中の中、全く中の中あるかないかぐらい。では現状どのあたり特に気になるなってところありますか。ちょっとね、やっぱり行き足とかが悪かったり、本当普通の普通。そのあたりを求めた調整が続きそうですか。そうですね、プロペラでやろうと思います。さあスタートなんですが、特攻いった感触いかがですか。昨日はちょっと感じ悪かったんですけど、今日はまずまずかなと思います。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。いっそいっそできることを一生懸命頑張ります。応援してください。4号艇は君島修造選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。今シリーズ手にしましたモーターは73号機 17.9% と、前傾の感触はどうだったんでしょう。ちょっともう悪いって聞いてたエンジンやったので、ちょっとどうかなと思ったんですけど、そのめっちゃいい人にはやられますけど、ハンデはそんな、めっちゃにやられるって感じではないので、でもちょっと感触は良くないですね。そんな中、現状どのあたりが特に欲しいですか。いや、そうですね、行き足と、直線欲しいですけど、でも出足もそんなに良さそうでもないので、ちょっと埋葬してみてどうかなっていう感じですかね。プロペラはもう叩き替えたりとかしたんですか。いや、ちょっと、ちょっと朝乗った感じやと、乗れそうな感じもあるので、ちょっと一回乗ってみたいなとは思うんですけど、ちょっと考えます。はい、スタートなんですが、こういった感触はどうですか。ちょっとマイナスコメントばっかりなんですけどちょっともう一本持ってるんで、はい、ちょっとそこまで無理はできないですけど、今日の特訓ではそれなりには見えてたので、それなりには行きたいなと思ってるんですけどね。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。一節間一生懸命頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。5号艇は芦澤望選手です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今シリーズ手にしましたモーター70号機 43.1% のモーターなんですけど、なんとボートも共に前走者の、前節の準優勝した川口選手の、エンジンとボートをセットで引いて、ちょっと人生でこんなの初めての経験かもしれないですね。はい、で前傾の感触はどうだったんでしょう。ちょっと人と合わせてなかったんで、分かんないですけど、乗ってる限りでは悪くなかったです。悪いわけないですよね。スタートですけれども、特訓した感触はいかがだったんでしょう。 F 持ちですけど、しっかり練習して、多分キリ嫌いじゃないんで大丈夫だと思います。では最後にゲストの皆様に一言いただいてもよろしいですか。はい、せっかくドリームもしてもらったんで、近況の悪い感じを取っ払って頑張ります。6号艇は岡田紀之選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今シリーズ手にしましたモーターは53号機 28.2% のモーターなんですが、前傾の感触というのはいかがなんでしょうか。そうですね、回転不足やったんですけど、今日は気温冷えて、
どうなるかって感じですね、うん、でスタートなんですけども、はい、この感触というのはいかがなんでしょうか。スタートは全然届かなかったんで、うん、まあその辺も回転不足のあれやと思います、うん、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。そうですね、とりあえず船券絡めるの頑張ります。